マンハッタン生命保険ビルはアメリカ合衆国ニューヨークシロワー,ーマンハッタンにかつて存在した高層ビルである。マンハッタン生命保険ビルはニューヨーク市マンハッタン区64から66ブロードウェイ2894年に竣工した。高さ106メートルでマンハッタンで初めて100メートルの高さを超えた超高層ビルとなった。このビルは EN キンボールトンプソンの建築士たちによって設計された。1904年に北側へ少し拡張され、新しい住所は64から70ブロードウェイとなった。1926年、マンハッタン生命保険会社からフレデリック・ブラウニへ売却された。さらに数年後、マニファクチャラー、エストラスト・カンパニーへと売却された。1928年、 今度はこのビルの北側に隣接する本社を持っていたセントラルユニオントラストカンパニーにより取得された。この時の買収金額は未公開だが400万ドルと見積もられている。このビルは EN ・アービングトラストカンパニービルディングの別館を建設するために解体された。この建物は1965年に完成し、現在の一ウォールストリートとなっている。 解体完了の時期は文献によって1963年、または1964年と異なっている。ありがとうございます。